マグロと、あさっきのやばい、やばい、さっき、あ、さっきの黄色、キハラのほうですね。いいよいいよ。すごいな、この図すごいね。すごくないその図。この図やばい。水族館の目の前に寿司どころ、ちょっと食べよっか。すごくない？どんな気持ちですか？ちょっと食べよっか。単純にこれを言葉にして飲み込む。すみません、地球一号です。確かに。やば。地球一号が一番美味しそうなの。うん。なんか頼んでシェアする。うん。それでも全然いいし。みんなバリバリ食える。バリバリは食べない。今年はバリバリ食えない。とか食べるんだったらちょっと一応行こうから。うん。一番食べに思いかけない。この設定が面白い、マジで。あそこから来ましたっていう違和感がない。クラゲは全部取る。はぁ、え？あ、クリームだ。何この実態の、かわいい。クリームね、クリームね、プランクトン食べて気持ち悪い姿になってほしい。みんな帰ってきて。振り返って、みんな帰って。クリオネご飯食べて。こんにちは。この真ん中のこのオレンジのが心臓？そうそう。すごいね。さあ、王冠かぶってる魚がいる。なめだね。ハンラー。すごくないですか？かぶっとる。ナチュラルな王冠かぶってる。かぶっとるわ。左側特に綺麗。左側特に王冠感すごい。王冠感。あ、ね、子供の頃から王冠かぶってますよ。これさっきのナメ団子の子供ですよ。あ、かぶってる。え、ちょっと可愛い。コキングじゃん。かわいい。コキング。コキング。コキングやばい。おお。止まることなく歩いてきてしまった。歩きました。わあ、これ麦好きだよ。うわ幸せ。これやばい。あら綺麗。クラゲさん。やばい、これはやばい。これやばい、これやばいぞ。ちょっと、どうなってんのこれ。もうなんかあれじゃん、もうなんか深海にいる第三新東京市みたいになってるよ。エヴァンゲリオンたちが。やばいやばい。怖いんだよ。その上を悠々とさ、スローで泳いでいる彼らよ、うん、彼らの関係性よね。いや、まさにフライミートゥーザムーンとはこのこと。ゲセね。これはゲセだ。どうしよう、ダメなんだけど私今。あ、新しい可愛いじゃない。いや、そうなんですよ。っていうかあれよ、それは安い。
上よ。どこ？ちょっと同じ国外だと大安を感じるね。そう、ちょっとあ、それぐらいだったなと思ったらあってなった。私も届かないといじめられる。